皆さんこんにちは、エンビです。今回プレイするのはタラッサ・エッジ・オブ・ザ・アビスっていうゲームですね。こちらリリース日なんですが、2024年8月の2日リリース予定ですね。でスターページで内容を見てみると、タラッサ号沈没の謎を明かす一人称視点の心理ドラマです。かつての仲間を襲った悲劇の真相を知るため、海の底に沈んだ船の中で答えを見つけましょう。悲しみに満ちた海の底で紐解かれていく人生と喪失の物語をお楽しみくださいってことみたいですね。アドベンチャーゲームですね。人生と喪失の物語っていうことで、音楽もそんな感じですよね。早速やっていきましょうか。日本語対応してますね。ありがたい。ん？来たかな？来ましたね。動けるもうすでに。迷ったら声をかけてくれ。こっちで船の見取り図と設計図を確認してやれる。忘れちゃいないだろうが。うん。これ掴むのか？タロッサ号、これのことですね。これが沈没したってことだ。読む。ちゃんとここも日本語になってんだ。ありがたいですね。スペイン戦を引き上げる予定だったのかな？うん。なるほど。はいはいはい。手がかり発見。タブで、ミステリーヒントっていうのありますね。真相を理解するためには、それまでの出来事を深く掘り下げる必要があると。うん。あと、マップもありますね。今、できないのか、これ。マップいけた。マップ画面ではタラッサ号のデッキを切り替えて表示できます。新しい重要エリア、位置や目的の2を追加されるなど、デッキに何らかの状況が更新される。位置が重要エリア、この緑が注目エリア。うん。侵入負荷があったり、重要な目標があったりするんですね。はいはいはい。なるほど。クリックをしても何もない。回数がいっぱいあるな、これ。はいはい、そういうことか。いろいろな回があるってことですね。今光ってんのが自分がいるとこかな？うん。あとアイテム。アイテムページではプレイ中に集めたアイテムが全て保管される。カテゴリー別に分類されていると。まだ何も拾ってない。これだけ拾ったのか。書類だけ拾ってますね。イザベル直筆の署名があると。プロフィール。人間関係か。はいはいはい。なるほど。カイマー。カイマーはジャマイカ人のスイフ。整備士を兼任している。あとはカドリ。料理人ですね。うん、イザベルに雇われた料理人。タロッサ号。イザベル・グリーンウッドが建造及び所有する船ですね。イザベルの娘のマリアも乗船していた。あと、トーマス。アイルランド系のイギリス人。タラッサ号の主任機関士。うん。ハンス。5年以上もの間、タラッサ号で船長を務めていた。ベイリー。タラッサ号には出航時から乗っていた。私とアレックスにも出会った時からとても親切にしてくれた。知り合いみたいですね、主人公と。アレックスの件が起きた後、ベイリーは一時的にタラッサ号から降り、親身になって私を支えてくれていた。しかしタラッサ号沈没のニュースによって彼はひどく傷ついたようだ。うん。なんか影がありますね。マリア。マリア・グリーンウッド。イザベル・グリーンウッドが初めて結婚した時に産んだ一人娘。船の所有者の娘ですね。アレックス。さっきのアレックスですね。名前出たやつだ。小さい頃から母のカリスを手伝っていた。浜辺の町に住んでいて、母親と船舶素材の製造に関わっていた。幼少期からダイバーに感銘を受けていた。母親が亡くなった後、彼女は本格的にダイバー、家業を始めた。主任ダイバーみたいですね、職業。イザベル。アメリカの資産家みたいですね。で、タラッサ号の所有者でもあるということで。エリック。キャサリン号探索計画のリーダーを務める。うん。キャサリン号っ
ていうのが、引き上げるやつですよね。それのリーダー。あ、これで終わりですね。あはは。OK。閉じる。なんだこれ。ミステリー。あ、ミステリーの一つを見つけたってことこれ。キャサリン号の引き上げは中止になったらしい。なぜ目的を達成する前に引き返したんだろう。うん。謎ですね。OK。じゃあ探索していきましょうか。これは開かないよね。わ、怖いですね、なんか、雰囲気的に。あ、なんかあるな。記事。読む。タラッサ号についてですね、これ。はいはいはい。OK。沈没、あ、これなんだ。タラッサ号の絵。観察する。イザベルは7年前、タラッサ号を作った。はいはいはい。ここは出れないの。ん？どうやって出るんだ、これ。あ？勝手に始まった。勝手に動いてますね、今。あー、踏んづけてる。写真ですね。あー、タラッサ号の乗組員かな。汚れを払う。あー、そんな感じですね。タラッサって書いてるもんな。この写真は2年前のものだ。懐かしい。うん。そう、思い詰めるキャム。ここへ来たのは俺たちのためだけじゃない。何があったのか調べてやれば、あいつらの家族だって報われる。まずは今回の公開の情報を集めるか。第1層のロッカールームの隣に、海図室があったろう。そこで何らかしらの資料があるかもしれん。ああ、マップ見ようか。1階って言ってたっけ？ 1 階のロッカールーム。あ、ここですかね？海図室、ここだ。ここに行けばいいんだ。今現在が、ここ。で、ここ侵入禁止だから、ここ行って、ここに行かないといけないんだな。こう出て、こう行って、こうかな。まあ、そのルートで行きましょうか。その前に何かあったらね、いろいろと調べてみましょう。あ、なんかあった。なんだこれ。ん？何撮った今。あ、蓄音機の関連するやつか。ほうほうほう。再生機があると聞こえると、聞こえる可能性がある。戸棚。戸棚もうない。あ、ケース。何が入ってんだろう。ん？読む？特許取得済みの蓄音機だ。あー、特許済みの蓄音機。どういうこと？これ蓄音機なの？そうじゃないよね。よくわからんな。手がかりを発見。空っぽのケース。手がかりを発見。あ、これか。あ、お守りが落ちてたんだ、あれ。これお守りだったんですね。はあはあ。蓄音機のロールですね。さっき手に入れた。再生する機械が必要。これで何かわかるかもしれないってことですね。うん。あとは特に変わったことはないかな。いや、すごい足上がってますね。ここも行けないのか。あ、戸棚どかせんの？あ、どかそうとしてますかね、今。あ、どかしてる、どかしてる。よしよし、いいぞ。OK だ。よし。進みましょう。ここが今現在、ここですね。まあ、まっすぐ行ったところ。なんかないかな。タイプライターだもんな。あ、なんかありますね。あ、蓄音機あるじゃないですか。これそうですよね。うん。入れて。オッケーオッケー。なんかわかんのかな？謎の人物。ハンスと話してますね。女性の人が。
It's been quite the day. カドリーも出てきた。日常会話ですかね。誰と話してたんだろう。女性が誰なのか調べてみるか。電信室。読む。わかんねえ。これ多分わかる人もいるんでしょうね。僕にはさっぱりわからないわ。わかったらかっこよかったんだけどな。残念ながら僕そういうのはわかんないんで。あとは何もないか。先行きましょうか。狭い道。こうくぐっていくのかな。あ、くぐっていきますね、やっぱり。頑張れ、頑張れ。いいよ。いいよ。気をつけて。そう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 。OK。潜れましたね。ここが今現在、ここですね。あはは。あ、こっち行けないんだ。このルート行けないですね。ってことは必然的に医務室に行かないといけないってことかな。もうちょっと覗いていきましょう、いろいろ。何かないか。あ、何これ。あ、ドア開けれます？開かないよね、それ。あー、無理だよね。行けそうで行けないみたいな。OK。それが現在、あ、医務室も行けないのか。どうすんだろう。あ、こっち側行けそうなんだけどな。まあまあまあ、こことりあえず探索しましょうか。何か発見があるかもしれません。なんだ今の言葉。メインホール。あ、何かあるの。読む。こっちは船の上から口出しするだけで大したことはできんが、俺がついてるぞ。ありがとう、ベイ。キャサリン号についての話かな、これ。キャサリン号は300年近く昔に東インド諸島で行方不明になった。で、蒸気船タラッサ号に搭載された物資と機器により海底から引き上げることになるでしょう。やっぱそうですね、タラッサ号がキャサリン号を引き上げようとしたけど、タラッサ号が沈没したってことですかね。かな。だと思う。メインホールですね、ここ。あ、結構細かいですね、これ、いろいろ。なんだこれ。手帳かな？ブック。D。ページをめくれんのか。何もないね。あ、なんかあった。薄くてわかんないな、これ。R。トーマスとジェシー。トーマスとジェシーってのは知らないな、多分。あとは何もないか。何もないですね。さあ、行きましょう。何これ？ロープ。ズーム。あ、ズームとかできんだ。ズームしてこれなんかあんのかな？特に。こっちも？こっちは違うのか？これ関係してくるのかな？あ、なんかありますね。あ、レコード。これも蓄音機で聞けるんちゃうかな。あ、聞きましたね。エリック。また謎の女性出てきましたね。船長は嫌われてんのかな。
なんか撃ってんな。タイプライターでなんか撃ってたのかな。なんかターンターンって音してましたよね。あと何かあるかな。あ、なんだこれ。写真。ギター持ってますね。うん。誰か、誰かだ。ハートマークがついてる。うん。おぉ。この上はいけないですよね。うん。あ、こっちから先行けそうですね。どこ、ここ。あー、そう出るのか。そう出れそうですね。あ、もともとこの道行けなかったんだ、こっち。そっかそっか。こっちは行けそうなんで、そのまま行こうか。あと何もないよね。一応見る。うん。何もないですね。あ、こっちからも行けるな、上。あー、ここも行けそうですね。ちょっと上行ってみましょうか、こっち。2階。2階じゃない、1階か。あー、こう通れないのか。ダメだ。ってことは、やっぱあっちに行かないといけないですね。あー、ここ、ロープ。あ、ロープのズームがあるんですけどね。これよくわかんないなぁ。まあいいや、行きましょう。あ、これなんだ。あ、ここになんかあるな。彫られた文字。M&K。誰のことだ。あー、タロッサ号の内部ですかね。うん。さあ、進みましょうか。あ、暗いな、ここ。こっちはいけない？こっちいけないな。暗い暗い。いろいろと壊れて、あれだけど、いけないね。あー、ちょっとマップ見よう。あー、いけない、いけない。こっちいけるのかな？こっちいけなかったよね。うん、いけないですね。下にも降りれないですね、これ。うん、下にも降りれない。あ、ちょっと待って、なんか光った。あ、光ったけど無理なのか。こっちですかね。ちょっと。こっちなら通れますね。うん。オフィス。今現在が、ここですね。今現在ここ。あ、記事。読む。タラッサ号オーナー、グリーンウッド夫人。グリーンウッド夫人について書いてますね。うん。結構画が強そうですよね、グリーンウッド夫人。社長だけあって。こっちはいけないのか。ジャンプとか特にないんで、いけないですね。こっちは？さっき船の設計図を見ていたんだが、調理室の先にある整備通路から抜けれそう。ああ。これなんだ。これ関係ない。写真。これグリーンウッドと娘の写真かな？うん。多分そうでしょ。OK。さあ、他何かないかな。あ、ここ光ってる。何かあんの？なんかのファイルですね。行方不明の帳簿。またここロープはあれだけど。あとは何もないかな。一応やっとくか。もう変わりないよな。なんか変化があるんだろう。これで何もないですか？あ、あったあったあった。バインダー。写真かな？あ、違うわ。読む。グリーンウッド様へ、探索の謝礼金を支払った。って書いてますね。うん。オッケー。なんかの手がかりになるのかな。うん。イザベラの手紙。
謎解き進行可能、なんだそれ、タブ。ん？これか。あー、クリック押したらなんか出てきた。ミステリー、ヒント。ここで謎を解きましょう。謎を設置したら何かがわかるみたいな感じですかね。ミシュラン女性がシブルハンスにインタビューをしていた、この謎めいた女性は何のために船に乗っていたんだろうってことですね。食事の時間に女性が無口なハンスにインタビューをしていた。彼女はイザベルからハンスとエリックに任せている問題について聞き出そうとしていた。それが何に関わってるかってことですよね。うん、問題について、これのことですよね。これもう一回聞けたらいいんですけどね。クリックを押しても何も反応がないな。問題は。あー。え、これじゃないの。組み合わせてみようか。ジェシーの写真。女性記者。で、何らかの目的で見知らぬ女性がタラッサ号に乗り込んでいた。あ、合ってたのかな、これ。で、彼女の目的は何ってことですよね。食事の時間にインタビューをハンスが受けてたんだ。で、その写真がこれですね。そのインタビューしている彼女の目的は何かってことですね。女性の記者を連れて行きたいと依頼していた。これですね。多分、イザベラの手紙。組み合わせる。あ、正解だ、これ。ニューヨーク画報の記者であるジェシー・リンデンという女性は、イザベルに招かれて、この船にやってきた。結論を出す。うん。合ってたかな、これ。直感。こうして完全な真相と新しい手がかりを得られます。一部の結論では真実が明らかになるシーンを垣間見ることができます。はあ。うん。OK ですね。結論付ける。まさか記者を船に乗せるとは。他にレコードがないか探してみよう。ああ、その記者の情報が手がかりになるかもしれない。OK。まあ、とりあえず進みましょうか。あ、写真がありますね。ズーム。イザベルの一族ですかね。うん。ああ、古いまた写真。ああ、いろんなことがあった。ああ、この真ん中がエリックって人か。エリックって人は、この人か。ああ、探索計画のリーダーの人だ。ってことですよね、多分。このじいさんは誰だろう。わかんないけど。さあ、先進みましょうか。ここが、現在。ああ、ここですね。今、イザベラの執務室から出たところ。こっち行けない。こっちも行けないですよね、これ。うん、行けないですね。今んとこ一方通行ですね。あ、こっちだ。ここへ来て、ここは食堂かな？あ、そうですね。調理室。ここだ。さあ、探索しましょうか。とりあえず、なんかレコードがあれば何かわかるかもしれないって言ったんで、レコードがあればいいですけど、こんなところにさすがにないよね。何これ。あ、空気か。カンカンがいっぱい落ちてんの。あ、なんかある。あった！まさかのレコードあったよ。カドリ。かなり怒ってますね、カドリ。ジェシー。ジェシーって誰だ？かなり怒ってる、カドリ。うん。手がかり発見。ジェシーっていた？あ、いたわ、ここにジェシー。
ジェシーは、あ、記者ですね。さっきの話してたやつだ。あーはーはー。オッケー。なんとなく繋がった。これは？開くのこれ。あー、鍵が閉まってるっぽい。あー、ダメですね。今行けない。マップ見ようか。ああ、今のところこっちに行けみたいな感じですかね、マーク的に。そっち向かいましょうか。こっちか。あ？閉じたゲートを開けることには道具が必要。ああ、そうか。レンチが必要って書いてますね。どっかでレンチを見つけてきたらいいのかな？どっかでレンチを見つける必要がありますね。ここにはナイフが必要か。いろいろ道具が必要みたいですね。ナイフならここら辺にあるんじゃないか、どっかに。なんだこれ。変な野菜。確かに変な野菜だ。はいはいはい。オッケー。どっかにナイフとかありそうですけどね、ここら辺に。あ、なんだこれ。ズーム。なんかの人形ですね。そんなんはいいんですよ。んー、あ、こっち行けますね。とりあえず、ここら辺何もなさそうなんで、こっち行きましょうか。こっちが食堂だって書いてるけど。あー、食堂行ったの、ここで食べるところだ。あ、なんだあれ。楽しいひとときを過ごした。階層かな？幻覚か階層か、よくわからんけど。みんな行っちまうとはな。あ、小さな瓶。読む。ヘロイン。うん。ここでみんな楽しく歌ったり、飲んだり、食べたりしてたとこですね。うん。あとは何もなさそうだけど。うん。特に何もなさそうですね。どっかに転がってそうですよね、ここら辺に。でもナイフとか転がってそうですよね。あ、なんかメモあります。メモがある。これなんでしょう。読む。あ、文字が読めないところが結構ありますね。あー、今見てもちょっとわかんないな、これ。うん。そのうちわかるんだろうか。新しい謎が浮上。あ、これか。思わぬトラブル。ジェシーの式には突然のトラブルが起きたと書いてあった。乗組員全員が作業に駆り出され、選手のご婦人さえ協力していたと書いてあった。意味あんのかな？まあ、これでやりましょう、とりあえず。辻褄が合わない。送られた。まだ集めきれてないのかな、これ。タブが出てきたからいけると思ったんですけど、もうちょっと探索しますか。あ、ここになんかありますね。レコードですね。蓄音機で再生。世の中に物騒な音がする。あ、誰かが出てくる足音がした。ジェシーが何か感じ取ってますね。うん。マップを更新。更新されたの？更新はよくわかんないですね、これ。これで全部拾ったのかな、僕。拾って僕が理解してないだけ？まあちょっとあたりも見て。こっち行けんのかな？あー、こっちも行けないですね。これなんだ？看板。安全のために閉鎖中。うん。ちょっと待って。あ、なんだこれ。真夜中の足音。ジェシーの録音2によると、ジェシーは夜中に誰かの足音を聞いた。一体誰だったんだろう。
足跡の手がかり、カイマー関係してるでしょ、これ。多分そうだと思う。もう一つ。M&K って、マリアとカイマーのことじゃない、これ。これ。カイマーの写真と、M&K。うん。で、マリアがカイマーに会いに行った。違った。あ、これも謎だな。わかんないね。これだと思ったんだけど違うって言われるし。謎解き、難しいですね。何か取り忘れてんじゃないかな、僕。あ、なんかあった。バッチ。あ、これ記者じゃないですか？記者の人ですよね。ジェシー、多分。そうだよね。ジェシー。うん。うん、この食堂で何か起きたんだけど、何が起きたんだこれ。固定された展示ケースと、あと警告看板。で、イザベル。あ、当たった。あ、嵐に備えたってことか。はいはい。タラッサ号は突然嵐に襲われ、イザベルまでも工具を手にして、船の安全を確保する作業を手伝った。なるほどね。あはは。うん、突然トラブルっていうのはそういうことですね。はあ、結論出す。やっとわかったわ。新しい手がかり来ましたね。ジェシーのメモによれば、タラッサ号は突然の嵐に襲われ、イザベルまでも工具を手にして、船の安全確保を作業を手伝った。オッケー。嵐ぐらいでタラッサ号は沈みやしない。プロ船でもあるまいし。うん、よほどひどい状況だった。イザベルの執務室なら工具があるかもしれんぞ。うん、イザベルの執務室行きましょうか、とりあえず。戻りましょう。あと、どうでもいいですけど、潜水してるんですけどね。何時間も潜水できるタンク持ってんのかな、この人。主人公。工具。工具ない。あ、あった。あ、レンチっぽいな、これ。あー、レンチですね。オッケーオッケー。よしよし。うん。整備通路への扉は開けられそうだ。オッケー。レンチが必要なのはここですね。ここに行けと。で、こっちに曲がってこっちだ。ここだ。お、それで。あ、いいよ。オッケーオッケー。開けんのか。開くか？オーケー、開いた。よし。これで進みますね。あ？進めない？あ、ハッチに入るか。はいはいはい。オッケー。ここがハッチか。うん。下に落ちてるの関係ないか。ここは何もないですかね。あ、登っていくのか、これ。うん。上へと、登ってって。よいしょ。よし。違うエリアに来ましたかね、ここ。今現在は？ああ、高級船員のところの1階ですかね？ 1 階の、ここですね。ああ、目的地までもう少しじゃないですか？これ。うん。あ、なんかある。報告書。読む。カイマー、エリック。というか、エリック。この書類は何の意味があるの？意味がないんかい！意味がないんかい。あ、ギター。これあれじゃないですか。カイマーでしたっけ？あ、カイマーって書いてますね。やっぱそうだ。カイマーのギターだ。うん。読む。カイマー。うん、オッケーオッケー。よしよし。あとは？
誰かの食べ残し。うん。あとは特に何もないのかな。何もなさそうですね。あ、これで下降りんのか。うん。もうここしか行けない、ここしか行けないですからね。よし。下に降りまして。今どこだ？あー、なんか瓦礫がいっぱいあるところに来ましたね。こっから行き道あるんだろうか。うん。まあ、進みましょうか、とりあえず。大丈夫か？ん？あ、邪魔なパイプ。会議室に着いたら教えてくれ。うん。うん。何もないわ。進みましょう。ここでまた、1階に来たのかな？あ、そうですね。あ、このまま行けそうじゃないですか。もう少しで。こう言ってね。そう、生かしてくれるかどうかわかんないけど。あ、なんかある。レコードですね。新しいレコードゲット。うん。ジェシーの話ですね。カイマーか。うん。エリック、かなり嫌われてるな。エリックは嫌われてる。ああ、まあ、もう、まだいいか。あとは何もないかな？うん。先進もう。ああ、ここはどこだ？ああ、ここですね。こっち側行けないんだ。後ろ向いて。あ、ここなら行けんのか。あ、またあった、レコード。カドリだ。うん。ハンスはなんか、ハンスとジェシーかなんか、言い合いしてたの。ここはあとも何もないか。いや、結構海の中ですよね、これ。ほんと。しかし、主人公のタンクはよく持つな。そのあたりにメインホールの階段があるだろう。そっち側から障害物を取り除けるかもな。ああ。ああ、これ？いるんだ、パイプ。ん？ああ、レンチを使ってね。なるほど。ボルトを外す。ボルトを外す。オッケーオッケー、外れた。ああ、これメインホールに繋がってるんですね、あっち。はいはいはい。地図で言うと、ああ、こうか。これで下行けるのか。ああ、どうしよう。ちょっと探索したいですよね、周り。部屋の様子はどうだ？崩れてないか？うん、崩れてないよ。今現在が、この、びっくりマークがついてたとこですね。うん、何もない。なんだこれ。散らかった書類。あ、地図かな？読む。何日に着くのかとか、そういうことですね。はあはあはあ。あとメモ。誰かのメモ。読む。なくした録音機を
探してほしいとジェシーに頼まれた。なんかバレたらあかんことがあったのかな。オッケー。あとは何もない。あ、新しい謎が浮上って出てますね。んー、謎が浮上。あー、あ、二つかな。さっき盗まれたレコード、ジェシーの蓄音機がなくなった。誰が何のために盗んだんだろう。ちょっとまたあたり見るか。できそうだけどね。これ開く、開けれるわ。お、開いたかな。オッケーオッケー、開いた。あー、なんだ。マティアス。うん、ありがとうな、アレックス。ここはロッカールームですね。うん、フォルダー読む。船長からクレーンの事故の調査を命じられた。エリックが書いたことですね。うん。うん。あとちょっと探索していくか。これ降りんのかな？降りれないか。あ、なんかありますね。アレックスの形見。うん。終わりか。あと写真もある。読む。お前は一人前になった。もう弟子とは呼べんな。ディメスバー。うん。何も書いてない。アレックスっていうのは、あ、ダイバーですね。主任ダイバー。うん。さっきからずっとなんか、やれやれって言ってるんだけど、俺。わかってないことあるよね。やばい。わからん。わかんねえな。住んでいくっていうか、戻っていくかっていうか、あ、ゴミ箱。読む。あなたの甘い歌声に心を奪われた。あー、これマリアがカイマーに言ってるんじゃない。マリアが書いたでしょこれ多分。甘い歌声って言ってるから愛の歌。マリアがカイマーに当てた手紙だと思う多分。よしと、ここは何もない。あ、ここになんかあるな。誰かの日記かな？読む。彼とレッスンは夢のような時間。あいつがギターを奪い取った時なんか、ツワを吐いてやろうかと思った。いろいろとありすぎてどうも空気が重いのよね。昨日の夜はまたお母さんの泣き声を聞いたし、私にできること何かないかな？マリアの日記かな、これ。うん。また謎解きができる。なんかまたできるようになってるな、これ。ああ。半生の取材。聞いてた、これ食堂で騒ぎが起きたらしい。マリアが怒鳴る声が聞こえたが、何があったんだろう。あ、やっぱマリアの日記でしたね、さっきのやつ。マリアの日記でしょ？関連する人物。ギターを教えてもらっていた。カイマーかな？そこに誰がいた？船長じゃないの？多分。違った。イザベルか。違うのか。え、マリア？カイマー？
あ、合ってる合ってる。激しい口論。マリアがカイマーのギターレッスンを受けていたとき、誰かが邪魔をした。あ、そうだよね。うん。結論を出す。やっと当たった。またこれ新しいやつが出ましたね。こっち行ってみようか。今現在は、ここですね。今から倉庫に入ろうとしてる。あ、倉庫行けないわ、これ。倉庫行けなかったわ。じゃあ、ここ降りていきましょうか。さっき外して。メインホールですね。行けるようになったんで。あ、これ帰ってきたのか。あ、なんか光ってるけど、あそこ。あ、これロープか。とりあえずこれで一周してきたのかな？ってことは謎が解けそうなんですけどね。アイテムで何かあるのかな？ああ、そうか。わかった。あ、わかったこれ。これだ。ジェシーの蓄音機がなくなった。誰が何のために盗んだんだろう。そうそう、蓄音機のケースの中にお守りがあったんだよね。で、現場の手がかりがこれ。で、持ち主が、ジェシーでしょ？で、盗んだのが、ちょ、これ。親子の写真の中に書いてるやつだ。マリアの銀のブレスレットって書いてるから、マリアが持ってたんでしょ、これ。蓄音機。これはいける。あら？なんで違うんだろうね。こうかな？写真。あ、それでいいのか。なぜかマリアはジェシーのレコードを持ち去った。結論を出す。ああ、やっとできたわ。難しいぞ。ハンスはエリックにアレックスの命を奪ったクレンジコの調査を依頼した。購入記録がなくなっていた。あ、これだ。イザベルが購入しようとしてたのか。これだ。購入したのはイザベル。整備士のカイマーも関連してくるか、これ。クレーンの組み立てはカイマーで、トーマスか。技術監督。これどう？あ、当たったエリックはトーマス、イザベル、カイマーを調べていた。オッケーオッケー。エリックはハンスに頼まれてクレーン事故の原因を調査した。うん。エリックはクレーンの技術者だったトーマス。部品を購入したイザベル。クレーンを組み立てと整備を担当していたカイマーの3人を調べていた。結論付ける。オッケー。やっと行った。お、なんか増えてきた。いろいろ増えてきましたね。いやー、これ謎大変ですね。なんかこの光ってるやつだけ結論がこうできるみたいなんですよね。あ、これなんかもう結論ついてんのかな。組み合わせる。繋がんない。なぜ引き返したんだろう。引き返した原因。計画でいいのかな。あ、当たりましたね。なぜかセントラル橋の現場から到着していなかった。うん。これでよかったんだ。嵐で引き返したんですよね、確か。あと食堂での騒動。カイマーがマリアにギターを教えていたとき、カイマーは目の敵にしていた人物。それによってレッスンは中断されて激しい口論が巻き起こった。口論の原因。これは甘い歌ですよね。不和の証拠。ハンスの取材。関連する人物はイザベル。違う。あ、これか。カイマーの書きかけの報告書。エリックに渡された書類を書きたくないと思っていた。ああ、不和の証拠。エリックに対して不満をカイマーが抱いていた。カイマーとエリックについてですね。の証拠と、関連した人物はマリアかな。違うか。イザベル。あら。
ハンス、エリック、あーエリックか。うん、食堂にいたカイマーとエリックは仕事のことで意見が分かれた。口論になった。結論を出す。うん。エリックが食堂にやってきてレッスンは中断された。エリックとカイマーが口論になったんですよね。状況を思い浮かべる。きっとこんなことがあったんだろう。あ、そんなシーンも再現すんのこれ。ああ、はあ、はあ。あ、動かせるわ。で、どっかでエリックが来るのかなこれ。K-Mar? I need a word. あ、来た来た来た。I'm busy at the moment. This is important. The repairs I tasked you with are long overdue. I am tired of having to chase... Calm down. I did that yesterday. Well, there's no report of that. How am I supposed to know? How about trusting that I've done it?I would trust you if you weren't prioritizing everything else. And don't you think it's inappropriate to spend this much time with a child? Who are you calling a child? The only way you know how to show authority is by berating people. Hey, you're out of line! What are you doing? ああ、そんな再現とかもあるんだ、これ。ああ、なるほどね。あ、これで OK なんだ。エリックはクレーンの組み立てと整備を担当していたカイマーを調べていた。クレーン事故のことについてですよね。トーマス、イザベル、カイマーの3人について調べていた。気がかりなこと。エリックに対しての不満を抱いていたカイマーのことかな。これでいい？違う。上司との対立。あ、仕事の実績の方やってないのか。仕事の実績どっかにあったよね。カイマーに書かれていた報告書、書こうと思ってたんだけど、報告書。それをなんかもういいやってなった。証拠ですね。これどうだ？合ってる合ってる。オッケーオッケー。カイマーとエリックが、結構バチバチですね。オッケー。あ、まだあんのか。カイマーの調査。カイマーは、エリックが決めたやり方や規則を無視していた。裏付ける証拠。不和の兆候。不和の兆候はこれですよね。文句言いに来た。ことと、仕事をせず何をしていた。これでしょう。M&K。合ってる合ってる。これは簡単ですね。カイマーの行いの悪さが目立ち、真面目に仕事をしているか、監視されていたようだ。監視されるようになったか。カイマーの勤務態度が悪いという声が上がっていた。OK？ うん。今んとここれだけかな、できんの。まだできるんかどうかわかんないですけどね。どこがゴールかわかんないんですけど。もし気になる方がいたら、やってみてはいかがでしょうか。